最近では第20回共産党党大会の報告書を見て、今後も中国は発展する見通しであることを理解しました。これまでの中国の急速な経済発展や環境対応を見てまいりました。皆さんこんにちは、伊佐治康弘と申します。私は三井化学高能複合所領上海有限公司の総経理を務めています。私は日本の三井化学で27年間働いた後、2021年9月に中国に参りました。その中国上海で実際に仕事ができることに私はとてもワクワクしています。1年ほど生活しましたが、さまざまな電子決済やシェア自転車などインフラが整っており、ここで生活することはとても便利で快適なものだと感じています。弊社は今年で設立10周年を迎えます。今まさに次の10年のスタート地点に立っています。弊社の目標は10年後に会社の規模を2倍以上に発展させること、そして環境保護に対応した製品の開発・転換を加速することです。三井化学高能複合塗料上海では機能樹脂コンパウンドを生産しています。機能樹脂コンパウンドといってもよくわからないかもしれませんね。意外と皆さんの身近にある生活に関係したさまざまな製品に使われています。例えば食品や化粧品の包装材料に使われています。弊社の製品を使った包装材料は食品の消費期限を延ばすことができ、またスマートフォンなどの電子機器や電気自動車をはじめとする新エネルギー車には欠かせないリチウムイオン電池に使われていて、生活の利便性の向上や環境対応に大きく貢献しています。今後も中国では経済発展や技術革新が続くと見込まれています。ありがとうございました。